親は子供を選べないけれど、子供も同じだ。家族が選べるなら、俺はこの家に生まれてこなかった。俺の名前は、葛城元也。独身、彼女なし。仕事は左官屋。左官というのは、壁や床を塗る仕事だ。2020年には、ユネスコ無形文化遺産に登録されたんだが、残念ながらあまり知られていないようだ。俺は小さい頃からおとなしい子供で、一人で遊ぶのが好きだった。出先だけは器用ね。勉強はできないけど。はあ、お兄ちゃんを見習ってほしいわ。まだ小学校低学年だった俺に、親が呆れたようにこんなことを言ってきたのはよく覚えている。そうか、俺は手先が器用なのかと自覚し、これを活かせる仕事に就きたいなと思っていたところ、テレビで見た左官の仕事に興味を持った。単純に左官の仕事が魅力的に思えたのも理由だが、優秀な兄は親から溺愛されていて、俺は家庭内で放置気味だった。だから左官の人に弟子入りして、手に職をつけて、早くこの家を出て行こうと思っていたのだ。その後、兄は海外の大学へ進学することが決定。両親も兄についていくらしい。当時中学生だった俺は、親戚の中でもあまりいい話を聞かない父の姉のもとへ預けられそうになった。あの家に預けられるくらいなら、早々に一人立ちする、と決意し、俺は中卒で左官の道へ入った。夢だった左官への第一歩を踏み出した俺だが、現実はそう甘くない。俺は両親が呆れるくらい頭の出来が悪いので、師匠に怒られるのは日常茶飯事。何度もくじけそうになったけれど、夢だった仕事に必死になってしがみつき、気づけば左官屋として独立していた。左官屋としての仕事が波に乗ってきたある日のこと。よう久しぶり。お前ってまだ地元に住んでるよな。俺も最近帰ってきたんだ。で、突然で悪いけど、俺の娘を病院まで迎えに行ってくれないか？仕事が忙しくて手が離せなくてさ。は？兄貴、いつの間に娘が。っていうか、結婚してたのかよ。兄が海外の大学へ行き、俺が家を出て左官になった頃から、兄とは没交渉気味だった。でも報告くらいしてくれてもいいのに、とため息をつく。その日はたまたま休みだったので、兄の頼みを引き受けて病院へ行った。兄の娘の名前はルカ。三つ上の姉がいるらしい。ちなみに兄は海外留学後に日本に戻り、現在は文科省で役人をしているらしい。そこで同じ役人の女性と結婚。バリバリのエリート一家ってやつだ。兄からルカの服装と見た目を教えてもらい、会ったこともない姪を探し、あたりを見回していると。元屋おじさんですか？ルカです。はじめまして。ああ、はじめまして。で、その怪我どうしたの？俺の目の前に現れたのは、体中怪我だらけの女の子だった。家族の方ですか？ルカの後ろから医者が現れ、俺に尋ねてくる。いえ、俺は叔父で。そうですか。ちょっとお話があるんですが。ルカを別室で待たせて、医師から聞いた内容は、とても辛いものだった。なんとルカの怪我は、自分でつけたものなのだ。今回はジャングルジムの上から飛び降り、頭を切って出血がひどかったので、病院に運ばれたらしい。親御さんの気を引くためにわざと怪我をしているのでしょう。どうしてそんなことを。ルカちゃんが教えてくれたのですが、
あの家は優秀なお姉さんがいるらしいです。その子と比べられて、ルカちゃんは寂しい思いをしているのでは。私の勝手な想像ですけどね。多分医者の想像は合っている。ルカと姉の関係は、俺と兄の小さい頃の関係と同じだ。医者からそんな話を聞いたためか、初対面なのにルカのことが心配で仕方ない。手をつなぎながら自宅へ向かうが、家に近づくにつれルカの表情がだんだんとこわばっていった。このままルカをこの家に置き去りにしていいのか。俺はうまくあの家を脱出できたけれど、ルカはまだ小さい女の子だ。そんなことをぐるぐると考えて、気づいた時にはこんなことを口走っていた。ルカ、俺の家に来るか？衝動的だったけれど、兄と兄嫁の反応を見る限り、ベストな対応だったと思う。あの子を引き取りたいですって？まあ、あなたって変わってるのね。喜んでお前に託すよ。あの子に構ってる暇があるなら、姉の教育に時間を割きたいし。ルカを引き取ると決め、改めて兄夫婦と会い手続きを進めたが、最後まであの二人を殴らなかったのは奇跡だと思う。そして俺とルカの生活が始まった。最初はルカが遠慮しがちで、俺も子供を育てるのが初めてだったので、いろいろと苦労した。だけど何かあるたびに二人で乗り越え、やがて本物の親子以上の絆を結ぶ。最初は元屋おじさんだったのに、いつの間にか父さんという呼び方になっていた。私、いつか立派な家を買えるほどたくさん稼いで、父さんと一緒に暮らすのが夢なんだ。犬も飼いたいし。ペット禁止の狭っ苦しいアパートですまんな。この家も好きだけどね。二人の生活が始まって5年後、ルカは将来の夢を語るようになる。高校に進学し、大学進学を考える時期になったのだ。私、高卒で働こうと思うんだ。ある日ルカがこんなことを言ってきたので、俺はちょっと怒りながらこう返した。お前、まだ俺に遠慮してるだろう。してないよ。嘘つけ。お前が大学進学のための勉強を頑張ってるのは知ってるぞ。金のことは心配するな。でも、余計なこと考えてる暇があるなら勉強しろ。ルカが泣きそうな顔になったので、俺は苦笑いしながら彼女の頭を撫でる。正直なところ、ルカを大学に出せるかどうかはギリギリといったところだ。これから左官屋としてバリバリ働いて稼げば、なんとか彼女を大学に行かせることができるだろう。俺は改めて仕事を頑張ろうと決意した。神様がいるのなら、俺のことが大嫌いなのだろう。その決意をした直後、俺は居眠り運転の車に巻き込まれ、気づいた時には病院にいた。そして俺の腕は、今までのようには動かないと医師から宣告された。腕の神経をひどく損傷しまして、リハビリをすれば日常生活は送れるようになる可能性はあります。しかし、左官の仕事は諦めた方がいいでしょう。幼い頃から夢に見た仕事ができなくなるというのもショックだったが、何よりルカを大学に行かせることができなくなったのが、叫び出しそうなくらい辛い。ごめんなと何度も謝る俺に、ルカはちょっと怒った様子でこう言った。父さんが謝る必要はない。それと、今私のことなんかどうでもいいの。父さんが無事だった。それだけで十分なのよ。そう言ってボロボロと泣くので、俺はそれ以上謝罪することができなかった。人生に絶望するのはまだ早い。何とかして仕事を見つけて、ルカを食わせていかないと。そのためには、
リハビリを頑張ろう。くじけそうになる心を何とか奮い立たせ、治療と並行しながら日々のリハビリに励む。長い入院生活になりそうだとため息をついたある日。よう、大変だったな、元や。兄貴、なんでここに？弟の見舞いに来たって別にいいだろ？突然何の前触れもなく、兄夫婦が病室にやってきた。お見舞いとは言ったけれど、二人は手ぶらだ。そうか、俺は元気だから、とっとと帰ってくれ。おいおい、兄貴に向かってなんだ、その口の利き方は。まあまあ、あなた、今日は喧嘩しに来たんじゃないんでしょ？ああ、そうだったな。兄嫁が兄をなだめ、兄がニヤニヤと嫌みったらしい笑みを浮かべる。聞いたぞ、お前左官屋を廃業するんだってな。そのせいでルカを大学に行かせられないらしいな。だったらなんだよ。ルカの大学費用、俺たちが援助してやってもいいぞ。一応娘だしな。ただしお前が俺に土下座して頼むのが条件だ。なんだって？兄と兄嫁はそっくりな笑みで俺を見下す。ああ、ルカはかわいそうに。あの時お前が引き取るなんて余計なことしなければ、今頃金に困らず大学進学に向けて勉強してただろうな。そうね、このだらしないバカ男のせいであの子が苦労していると思うと。あの時こいつにルカを渡さなければよかったわ。ニヤニヤ笑いながら俺をバカにする兄と、わざとらしく泣き真似をする兄嫁。そうか、あの時の仕返しをしたいのだなと気づいた。ルカを引き取る際、あまりの言いようにブチギレた俺は二人に向かってこう言ったのだ。てめえらは親失格だ。いや、親どころか人間として最低最悪の人種だな。頭のいいお役人が二人揃って子供を悲しませるなんて、お前ら本当はバカなんじゃないか。その他にも思いつく限りの罵倒の言葉を二人に浴びせて、二人が呆然としている間にルカを引き連れさっさと退散したのだ。あの時のことをルカはたびたび話題に出し、あの二人の間抜け面、今思い出しても笑える、とご機嫌だったのだが、それがまさかこうして自分に帰ってくるとは思いもよらなかった。おそらく俺が土下座して頼み込んでも、ルカの大学進学の援助はしてもらえないだろう。二人は俺をバカにしに来ただけ。俺が悔しがる様を見て笑いたいだけなのだろう。それを理解した瞬間、二人に向かって怒鳴り声を上げそうになったが、げ、なんであんたたちがここにいるのよ。病室に戻ってきたルカが心底嫌そうな声を上げる。二人が嫌みったらしい笑みを浮かべたままルカの方を振り向くと、なんだその男は。その男？ルカさん、俺のことを言ってるんですかね。そうじゃない、水野さんパッと見ヤクザみたいだから。ルカが引き連れてきたのはかなりのこわもての男性だ。男性が兄夫婦をにらみつけると、二人はひるむが兄が負けじとこう叫んだ。元や、お前こんなヤクザと付き合ってたのか。社会の底辺のゴミらしい人間関係だな。言っておくが、俺たちに手を出したら即警察に通報するぞ。俺は警察に友人がいるんだ。おや、奇遇ですね。仕事柄警察と付き合いが少々あるんです。は？お前ヤクザじゃないのか。申し遅れました、私こういうものです。そう言い、水野さんが名刺を差し出す。田村議員の秘書？あの田村議員？そうです、国会の重鎮であるあの田村議員の秘書です。多忙な先生の代わりに私がお見舞いに来たんです。なぜ俺が議員と付き合いがあるかというと、
左官の仕事を通じて知り合ったのだ。田村議員の家づくりに携わったことがあり、彼が俺の仕事ぶりに惚れたらしい。不思議と気が合った俺たちは、立場を超えて深い信仰を持つようになる。ところで、そちらの方と元屋さんはどういった関係で？兄夫婦ですよ。文科省勤めの役人なんです。おお、あそこのグループ長とうちの先生は信仰があるんですよ。ところで先ほど元屋さんにだいぶ失礼な口を聞いていましたね。文科省はそういう方を集めているんでしょうか。兄夫婦は自分たちが役人だということにかなりのプライドを持っていた。俺に対しても自分の仕事でマウントを取っていたが、逆に言えば彼らのプライドは役人であるということ、ただそれだけだ。自分より立場が上の人物が現れれば、ちっぽけなプライドは簡単に吹き飛んでしまう。二人は顔面蒼白になり、兄嫁は崩れ落ちそうになった。そんな兄嫁を無理やり引っ張り上げて、兄は病室からそそくさと退散。我が兄ながら情けない姿だと頭を抱えそうになった。その後、兄夫婦が俺たちに関わってくることは二度となかった。水野さんから聞いた話だが、あの一件を田村議員に報告したらしい。例のグループ長にも話がいったようなので、兄夫婦は無傷というわけではなさそうだ。そして職を失ってしまった俺だが、田村議員からの紹介で若手左官の指導の仕事を紹介してもらうことになった。田村議員には感謝してもしたりない。ルカは1年留年してお金を貯めて進学すると決めたようだ。水野さんが、手が足りないので手伝ってください、バイト代は弾みますよと言ったので、今は彼のもとで議員秘書の手伝いをしてお金を稼いでいる。田村議員がルカの働きっぷりを見て、大学卒業後はうちに来てくれないかななんて言ってるけど、さすがに冗談だと思いたい。人生はいいことばかりじゃない、悪いこともたくさんある。だけどそんな時にそばに大切な存在がいてくれるだけで、くじけずに頑張ろうと思えるよ。